前婚約となりました。結婚式は秋に出雲大社で行われる予定で、典子様はご結婚に伴い皇族の身分を離れられ、出雲市で結婚生活を迎えられます。本当におめでとうございます。元気です。25日岩手県での AKB48 の握手会でノコギリを手にした男がメンバーに襲いかかり、入山杏奈さんと川栄里奈さん、アルバイトのスタッフ男性の3人が怪我を負いました。入山さんと川栄さんは緊急手術の後、翌日に無事に退院。川栄さんは28日のフジテレビバイキング、入山さんもその日の深夜の AKB48 のオールナイトニッポンにそれぞれ電話で出演し、元気な声を伝えました。またこの事件を受け、 AKB グループ総監督の高橋みなみさんは、容疑者の襲撃するのは誰でもよかったの発言に触れ、私たちはこんな奴のために、こんなことが起こるために握手をしているわけじゃなかったはず、ファンのみんなと築いてきた絆とメンバーの思いをなめないでほしいと怒りをあらわにしました。今はメンバーや関係者、ファンの皆さんの心の傷が少しでも癒えるのを願うばかりです。戦線離脱。26日楽天イーグルスの星野仙一監督が腰痛のため休養を発表しました。28日の試合から佐藤義則ピッチングコーチが監督代行を務めています。星野監督は腰椎椎間板ヘルニアと難病胸椎黄色靭帯骨化症と診断。この病気は靭帯が硬くなり、通常の何倍もの厚さになって脊髄を圧迫するというもので、星野監督は現在も歩行困難な状態だそうです。最悪の場合、手術やリハビリで長期の戦線離脱どころか、現場の復帰の道も閉ざされる可能性も出ています。東証の復帰をファンは願っています。12年ぶりの更新。昨日ディズニー映画アナと雪の女王の興行収入が日本で歴代3位になったことが分かりました。興行収入は203億7000万円を突破、歴代3位のハリーポッターと賢者の石の203億円を抜き、12年間不動だったトップ3の一角を崩した形となりました。今後は2位のタイタニックが持つ262億円を抜くかどうかに注目が集まります。果たして更新なるか。苦い勝利。ペナルティー中にボールを運んだ、ゴール前、高川、完全勝利、こぼれ球、石田が石田のシュート、怪我から復帰のシャルケの内田篤人、ゴールを決めました。ここで長いホイッスルが吹かれました。タイムアップ、日本が1対0で壮行試合勝利で飾りました。27日サッカー日本代表ザックジャパンが壮行試合でキプロス代表と対戦、1対0でカナクも勝利しました。この試合はブラジルワールドカップで同じグループのギリシャ代表を仮装していましたが、 FIFA ランキングでも格下のキプロス代表に大苦戦。ゴールのチャンスは何度もあったにもかかわらず、決定力に欠けるなんとも消化不良な試合となりました。本番ではビシッとした試合を見せてほしいものです。そうですね、ラッキーなゴールって、まあ方悪いですけど、ああそんな感じでした ね、何回もチャンスはありましたからね、はい、まあ本番で頑張ればいいんですよ、はい、本番期待しましょう。いやーでもこの AKB のは女の子だけにね、あのトラウマというか、ね、会いに行けるっていうことだったのに、これはでもものすごいニュースになりましたね。まあ、私は最近やってないですけど、昔はよくあのコンサート終わると、あの会場の入り口のところとかに CD とか並べて即売やって握手したりしてたんですよ、はい、これからそういうのちょっと難しいでしょうね。そうですね、あのファンの人も前に立つ、例えばその即売に限らず本を売るとかね、その歌手ばっかりじゃなくて、そっからのサイン会とかもありますからね。そうそう、やっぱりまあそんだけ無防備だったってこともありますけれども、まあ難しいね。そうなんですよね、なんかあるとね。それと私はあの星野さんは割と仲良くしていただいてて、オーストラリアでもよくゴルフして、ところが去年も一昨年も腰痛いからできへんねんとおっしゃってたもん。あ、そうなんです。だからやっぱり悪化されたんで、私もあの腰椎椎間板、私は首も胸椎椎間板もあるから、はい、じゃなくてこの難病の方もやられてるっていうことで、そうですね、だって今調子いいもんね。そうですね、だからもしの監督が離れて、ね、うん、どうなるかですね。いやでも本当にあの頑張っていただきたいですね。はい。
せるものは直していただきたい、ゆっくりと。腰は特にあの癖になるとか言いますから。はい、はい、ということで週刊和田スポをお送りいたしました。はい、さあそれではアッコさんの曲をお届けいたしましょう。ありがとうございます。1973年のアルバム和田アキ子リサイタル、はい、一撃における実況録音の中から、はい、和田アキ子黒い炎。